大型で非常に強い台風9号は、今日未明から明け方にかけて沖縄本島に最も接近しました。沖縄や奄美地方では今日も大荒れの天気になる恐れがあります。沖縄地方では昨夜から猛烈な風が吹いていて、久米島では今日午前3時半に 54.5メートル、那覇市でも午前0時半過ぎに44メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風の影響で沖縄県ではこれまでに4人が軽いけがをしました。明日にかけて予想される最大瞬間風速は沖縄地方で65メートル、九州北部で50メートルに達する見込みです。台風9号は現在、久米島の北西を1時間におよそ20キロの速さで北北西に進んでいます。今後は徐々に進路を東寄りに変えて東シナ海を北上し、明日からあさってにかけて非常に強い勢力で九州に接近する恐れがあります。